はい、2908回始めます、なんだ6月14日金曜日入ったところですね。やっぱり私は最後の方になってくると元気になるね。出だしはやばいね、ほんと暗くて、はい、オールアバウトから執筆者亀山早苗さんという女性の方が書いてます。これはね、まあうなずくだけのニュースだね、これね。うなずくだけのニュースというか、まあ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 、エッセイみたいな感じね。誰とも話さずコーヒー一杯でぼんやりし続ける男性客たちってことでやることが何もないシニアの長い一日っていうことでね、これあるね、この亀山早苗さんっていう執筆者が、まあ、個人的に感じたこと、うん、書いてありますね、うん、まあ特にね男性のシニアね、まあ、60代70代以降の男性が特に、まあ、仕事を定年辞めてからもうやることがなくて家とかでぼーっとしてると、何もやらずに目的もなくみたいなのを感じてるってことで、まあ私も感じますよ。男ってどっちかってそうなのよ。もうしょうがないよこれ、なんとかしろって思ってもみんなそうだから。で女の人はなんかね、娘がどうした、息子がどうした、子供がいない人でもまあ庭いじってみたりね、うん、近所のね友達おばちゃんとペチャクチャお茶飲みしてみたりね、たまに兄弟会とかね、親戚と町でね落ち合ってみたりとか、結構女性って活発に、うん、動くのね、うん、60代70代以降も。男はもう仕事して辞めちゃうと、もう本当に家にいるだけみたいなね、うん、精一杯やってね、精一杯頑張っても散歩とかぐらいですよ、見てるとね。この亀山早苗さんも書いてるね、コーヒー一杯でずーっとコーヒー屋で粘り続ける男性客たちと書いてますよ、うん、誰とも話さずコーヒー一杯でぼんやりし続ける男たち、やることがない、何もないシニアの長い一日っていうことでね、うん、ね、定年後妻は精力的に人と交流を持ち楽しそうに毎日過ごしているのに、夫の方は 家やカフェでずっとぼんやりしていると。うん、で子供としては父のことが心配であると、歯がゆいということを書いてます、うん、ね、ある時ね、この亀山さんね、うん、ある日時間を潰す必要があり、まあどこなのか分かんないけど住宅が広がる私鉄駅前のカフェチェーンね、うん、ドトールなのか、うん、何なのか分かんないけどね、カフェチェーンね、ドトールなのかスタバなのか分かんないけどに足を踏み入れたと。で平日の午後3時頃ね、午後3時ですよ、うん、店内は年配の女性グループ客、近所のママ友のグループ客ね、うん、女性2人連れなどがいたんだけども、入り口近くの2人席には点々と年配の男性客が一席ずつ空けたぐらいの間隔で点々と男性客がいたと。でこの男性客ね、誰といるわけでもなくね、うん、まあ例えば若いね30代ぐらいの人はスマホいじってたりパソコンいじってたりね、30代の女性ぐらいの人は書類を読み込んでたりね、サラリーマンはパソコン開いて仕事してたり、学生の人たちは、まあ、スマホをいじってたりするんだけどもね、年配の、まあ、60代70代以降の年配男性たちはみんな一様にあらぬ方向を見つめているのだと、うん、何をしているわけでもない、誰かを待っているわけでもないと、うん、いうことでね、ポツンとぼやっとしてて暇そうにしてて、それを見たね、この執筆者の方はね、本当に年老いたっていうか定年仕事辞めた男性客は本当にやることないんだなということを綴ってるということですけど、まあ皆さんね、このチャンネル見てる方結構ね、まあ年代にしてはどうだろう、7割方ぐらいはね50代以降の男性だと思いますよ。だから皆さんね、しょうがないな、男はね、もう本当にやることがないなら、私はやることないなら やることないでいいんだけども、まあね、本当に体を動かすのは動かした方がいいですよ。あとね、日中5分でも10分でも15分でもいいから外に出て、ね、ラジオ体操でもいいよ、ちょっとこう体を動かすだけでもいいよ、外に出て空気吸って、外の新鮮な、ね、新鮮でもないけどね、外の空気も新鮮でもないけど、外に出てちょっと体伸ばすぐらいやってね、
車ある人は車洗車するのでもいいよ、うん、あの住宅街だったら散歩するのでもいいよ、うん、住宅街じゃなくてもね、住んでる周り散歩するでもいいよ、うん、近くのコンビニまで30分ぐらいかけて歩いていってもいいし、ね、何かやってた方がいいですよ、本当に。張りが出ないから。家にいてね、ずっとテレビばっかり見てたらね、本当にお尻に根っこが生えちゃうんじゃないかっていうことになるし、体も動かなくなってくるし、食欲も湧かないし、ということでね、まあできればなんか趣味、うん、あの、持って、このチャンネル、ね、たくさん記事あるから、もう2908回、ね、あのスマホで、あの今イヤホンとか売ってますから、ダイソー行ったら1000円ぐらいでね、ワイヤレスの。イヤホン買って、あのスマホで私のこのチャンネルをずっとつけっぱなしにして再生リストで、そんで散歩するだけでも全然違ってくるんでね、体、なんていうのかな、うん、畑ある人は畑やって、庭ある人は庭いじって、草むしって、ね、野菜作りしてもいいし、花植えてもいいし、ね、ワンちゃん、猫ちゃんいる人はそのお世話するでもいいし、ね、孫いる人は可愛がってもいいし、仲やったらいいと思う。ね、意味もなく、ね、動画撮っては、ね、昆虫の動画撮って投稿してもいいしね、うん、あのワンちゃんとかの動画撮って投稿してもいいし、私みたいに独り言みたいなの喋って投稿してもいいし、あの暇つぶし今いくらでもあるから、スポーツ好きな人はね、今後これからパリオリンピックとか始まるけどね、スポーツ見るのもいいし、なんかね、やっぱり趣味というかね、やりがいというか生きがいというか持ってた方がいいと思いますよ、うん。この亀山さんが言うのも分かるんだけどね、まあただね、男っていうのがね、ボケっとするのも好きなのよ、うん、しかも孤独が好きだから、男っていうのは。このね、論調っていうのはね、あのもうステレオタイプよね、うん、あの悪くないと思うよ、私はボケっとするの一日中全然、うん、あの男性の皆さん、ただあんまり体を動かさないと本当気力も落ちていくから、あの気持ちとね、体っていうのはやっぱりつながってるね、心に痛いなんて言うけど、うん、あの心と体ね、心が落ちてくると体も落ちてくるし、ね、体が落ちてくると心も落ちてくるしっていうことでね、なんていうのかな、うん、あの若さ維持、うん、若さ維持っていうのはないんだな、健康維持っていうのかな、うん、あの気力だから、ね、気力維持するためにはやっぱ体を動かす。私どっちかって言ったらね、経験上体の方が先だと思うよ、うん、体を動かした方いい、無理でも、ね、無理でも体を動かしてね、筋肉使うとね、なんか心もね、上がっていく、うん、心から上げていくのって難しいと思う。私は体から上げていった方がね、なんていうかな、うん、気力、うん、維持していくのは簡単だと思うよ。だから、毎日何か体を動かす、うん、自分にノルマ課せた方がいいと思いますよ、うん、はい。それ犬飼うのもありだと思うよ。ワンちゃんはね、これ犬子は本当に散歩ね、必要だから、うん。あとこのチャンネルね、聞いてね、再生リスト使えば何ぼでも聞けるから、うん、いい話してますよ、このチャンネル。本当に聞いてください。ダイソーでね、あのワイヤレスの、イヤホン1000円で売ってますからね、買ってね、スマホでこのチャンネル聞いて、ね、暇つぶし、人生暇つぶしだから、死ぬまでね、私のチャンネルいいと思いますよ。いい話もたくさんしてるから聞いてくださいということで終わりにしたいと思います。男性諸君ね、人生暇つぶしだからね、こうやってね、このオールアバウトの亀山さんみたいに、うん、男性は仕事辞めたらもうなんかふぬけみたいになってみたいなことどうせ書いてんだと思うけどね、気力維持していけるように体ね、動かしていきましょうということで終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。